はい、えっ、ー、と、EDBJ の藤沢です。えっ、ー、と、今日は、あの、なんか三十分アサインされているんですが、なんか最後の福田さんのと五分ぐらいっていう、あの、つもりだったんですが、えっ、ー、と、ま、あ時間もしてるので、あの、簡単に、えっ、ー、と、現在の、あの、取り組みについて、あの、紹介したいと思います。で、えっ、ー、と、前回のあの、テイソンが二千十九年です。その頃になんか、あの、部門長あの、ありがとうございます、 先生の方から、あの、ない、あの、えっ、ー、と、お達があって、ちょうどその頃の話なので、ちょっと、い、前回、あの、今、DDBJ 関係でどんなことをやってるのかってちょっと今日、バイオサンプルと、えっ、ー、と、その周辺についての、えっ、ー、と、内容になるんですが、前回、アノテーションとバイオサンプルとオープンリファインという、まあ、オープンリファインいう、えっ、ー、と、えっ、ー、と、データのクレンジングするツールのなんか紹介とか、それのバッチ処理の話とか、えっ、ー、と、バイオサンプルの、えっ、ー、と、 まあ、沼の話とかを、えっ、ー、と、発表したんですが、その時に DDBJ で今何や、あの、取り組み始めたかとかやってるのかっていうところを、えっ、ー、と、4つ書かれていたので、えっ、ー、と、現状、えっ、ー、と、現在どうなってるのかっていうところの対応を取ってみました。で、まあ、まず、バイオサンプルバリデーションの API の開発に関して、えっ、ー、と、まあ、岡部さんとか、倉さんとか、 えっと、と一緒に進めていたものに関しては、すでに2018年に運用開始して、えっ、ー、と、まあ、パッケえっ、ー、と、バイオサンプルパッケージのアップデートだとか、ルールの改変とか、まあ、あの、えっ、ー、と、かなり安定して稼働している状況かなと思います。で、えっ、ー、と、その後、あの、<laughs> それ以外には、 アカウントの統合ですかね。今 Dway のアカウントっていうものを使って、えっ、ー、と、データベースの登録をしているんですが、かなり、えっ、ー、と、認証がオレオレだったり、えっ、ー、と、いうところで、えー、まず、えっ、ー、と、アカウントを統合して、まあ、本来スーパーコントロアカウントの、えっ、ー、と、統合とか連携も目指していたところではあるんですが、えー、一旦、えっ、ー、と、まあキーロ、キークロックという、えっ、ー、と、IDP を立てて、えっ、ー、と、そこにアカウントを を、えっと、集約して、えっと、現在、あの、えっと、大量登録システムと、えっと、DFIRST の認証の認可で使っている、えっと、え、ID、アイデンティプロバイダーの、えっと、サービスを、の運用を昨年度、えっと、開始してます。で、えっと、あと、えっと、バイオサンプルとか、バイオプロジェクトとか DRA が、個別の検索サービスになっていたところは、えっと、d d b j サーチという、えっと、検索サービスを、えっと、2021年 の11月に、えー、運用開始して、えー、それまでの、えー、検索サービスを、えー、止めたという状況です。で、あと、まあ、運用管理、まあえー、というのを、えー、やる必要があったんですが、まあ、今、データベースの開発とか運用とか、新規プロジェクトの管理等を、えー、と2020年の4月から、まあ、進めて、いろいろ、えー、と仕事としてはあの、いろいろ多岐に分かったいる状況です。でえー ddbj, バイオサンプリ限らず、えー、とメタデータとしてはもう一つ、バイオプロジェクトという、えーと、メタデータベースのレポジトリを持っていて、それ以外に、えーとえーまあ、ゲノムを含む、まあ、トラットと呼んでいる、えー、ddbj の,の配列のエントリーですかね、とか、えーと <laughs> えー、シーケンスリードを扱う、えー、sra, dr, それ以外にあの発言、えー、の データ GA だとかそ、その後、あの、それに加えて、えー、っと、今、えー、バリエ、人のえー、っとバリアントを扱う J バーだとか、えー、っと、メタボロームの、えー、っと、えー、ローデータとか解析データを扱う、えー、っと、メタボバンク、えー、っと、さらには、あの、<laughs> 人の制限公開。 のデータベース、JGA だとか、あと、まあ、グループ共有、a m メ d とか SIP とかって、そういったプロジェクトで、えっ、ー、と、データを共有する、えっ、ー、と、環境のニーズが高まっているので、そういった、えっ、ー、と、グループ共有の、えっ、ー、と、データベースの、えっ、ー、と、サポートもしております。で、まあ、あの、 えっと、DDBJ のデータベースは基本的には遺伝系のスーパーコンピューター上にいて、まあ、公開系のデータベースに関しては、えっと、一般解析区で、えっと、ホストして、えっと、サービスしている状況ですで一方で、えっと、制限公開とか制限共有データベースに関しては、えっと、別のネットワーク区で、えっと、管理して、まあ、そちらに関しては、個人ゲの解析区という、えっと、まあ、解析のサポートも含めて、えっと、なかなか、あの、え、 <laughs> 解析環境も含めての、えっ、ー、と、ところを現在取り組んでいる状況になっています。で、えっ、ー、と、DDBJ が抱える課題として、えっ、ー、と、まず、あの、いろんな仕様のいろんな実装、あの、異なる時期に開発されたレポジトリサービスが多すぎて、えっ、ー、と、で、さらにアカウントが、まあ、あの、えっ、ー、とひ、人と、えっ、ー、と、あ、ごめんなさい。 公開系と制限公開だとか、スパコン上でも解析の、えー、っと、一般解析格と、えー、っと、個人ゲーム解析格で、えー、っと、アカウントが全部違うみたいな状況で、えー、っと、で、まあ、システムに関しても、えー、っと、インターフェースから、えー、っと、検索サービスから、えー、っと、独立してたりとか、えー、っと、あ <laughs> げる。<laughs> で、えっ、ー、と、メタデータとかデータ種別も、えっ、ー、と、異なっている状況で、えっ、ー、と、いう状況です。で、えっ、ー、と、まずは、こういった、あの、まあ、一一方で、レポジトリの機能としては共通化できるところが多い状況。で、まずは、ま、認証系と、えっ、ー、と、検索系っていう、まあ、独立して、えっ、ー、と、えー、統合できるところを、えっ、ー、と、これまで進めてきています。で、えっ、ー、と、<laughs> こ えっと、今取り組み始めたところが、えっ、ー、と、まあ、レポジトリーの機能を、えっ、ー、と、共通化するところだったり、バリデーターも個別のデータのバリデーションの実装があるんですが、こういったものを、えっ、ー、と、うまく組み込んでいきながら、えっ、ー、と、<laughs> 次のステップに進んで、今、あの、基本的にはマイクロサービス化という、えー、と視点で、えっ、ー、と、開発しております。で、えっ、ー、と、昨年、 まず、登録系のシステムとしては、今までマス、大量登録システムっていうものが、システムと呼んでるんですけど、実際システムがない状況だったので、新規のサービスを2022年の6月にリリースしてます。これ、基本的には、ポチポチしてデータをドロップすれば、ゲノムが登録できるっていう状況で、 こちらも、えー、アカウントを統合したことによって、あの、そのサービスに特化したツールを作るっていったところを、えっ、ー、と、実施してます。で、まあ一方で、えっ、ー、と、ここにどんどん、あの、いろんなデータを登録していけるような、えっ、ー、と、拡張をしたいところであるんですが、まあいろんな仕様の変、あの、の違いだとか、えっ、ー、と、すでにあるシステムをどうするのか、みたいなところが、 えっと、検討課題なので、まずは、えっ、ー、と、こちらをリリースしたというところで、や,やはり、あの、受け取るか受け取らないかという基準が明確だと、あとはもう、えっ、ー、と、基本的には、 えー、このシステムを導入することによって、メール等での,あのコミュニケーション、あの、たぶ、えー、登録者の方もそうですし、えー、と受け取る側も、そのコミュニケーションが発生することによって登録が遅くなったりっていったところをシステム化することによって、あの、コミュニケーションを軽減するっていったところを、えー、と目指しておりました。で、<laughs> あと、まあ、あの、これは、 えっと、どちらかというと、ナビゲーション。あの、あなたが登録したいデータがあったときに、どことどことどこに、えっ、ー、と、データベース登録すればいいんですかっていうところが結構、あの、まあ、経験がある方は、えっ、ー、と、ゲノムを登録するためには、バイオプロジェクト、バイオサンプル、えっ、ー、と、リードがあれば、えっ、ー、と、DRA で、えっ、ー、と、ゲノム配列、アノテーションも含めると、えっ、ー、と、トラット、あの、まあ、マスの登録っていうのが、一回経験するとわかるんですけど、そこにたどり着くまでに、えっ、ー、と、 あなたは人のデータは使いたいんですかそれとも、えっ、ー、と、ウイルスなんですかっていうような、その、えっ、ー、と、ナビゲーションをするところのを、えっ、ー、と、ホームページ上で、えっ、ー、と、導入。 しております。ただ、最終的には Q&A で、えっ、ー、と、たどり着くと、最後、えっ、ー、と、では、この、この場合には、バイオプロジェクトバイオサンプルと、えっ、ー、と、マスの登録をしてくださいって言ったようなナビゲーションも、えっ、ー、と、合わせて昨年度、えっ、ー、と、公開しております。で、まあ、あの、ちょっと今後の展望としては、こういったゲノムの大規模システムを発展させて拡張したいっていうところと、<laughs> えっと、ま、データベースとかデータ種別によとか、ま、生物種に連動して、ま、あの、必要な、えっと、登録が必須になる項目が変わるので、こういった定義情報を、えっと、整理して、えっと、再構築が必要だと考えています。あと、ま、あの、今、えっと、SCP とか SFTP でのアップロードしかできないところを、えっと、高速転送のプロトコルを導入したり、えっと、ドロップするところも、えっと、スパコンと、えっと、連携して、えっと、 高速にしていくだとか、あと、えっ、ー、と、今まだ、えっ、ー、と、メタ、バリデータの公開ができてないんですけど、事前に登録する前に、えっ、ー、と、ユーザーさん、登録者さんにバリデータを公開できると、そこが、あの、一つの、えっ、ー、と、先にテストしてもらうっていったところもできるので、こういったところは、あの、進めたいと思うんですが、やっぱり、あの、公開するとなると、えっ、ー、と、どれぐらい耐えれるかとか、まあ、今、バイオサンプルのバリデーションも、 あの、じえー、っと、位置情報とかと、えー、っと、緯度、経度の整合性を取るみたいなチェックをしているときに、あの、Google の API を使って、ちょっと上限があったりとかするので、この辺をどう解決するか。まあ、なんか、あの、<laughs> とか、えー、っと、まあ、いろんな考えることがあるのです、基本的には、えー、っと、オープンにしていきたいと考えています。で、えー、っと、ちょっとさい、最後に数枚。 あの、追加したのが、えっ、ー、と、現在取り組んでいるところは、あの、まさに共通のレポジトリの API をどう、えっ、ー、と、設計して、えっ、ー、と、提供するかっていうところの、えっ、ー、と、開発を 今年の10月から始めてます。まあ、えっと、基本的にはこの、こういった、えっと、アクセッションナンバーを発行したり、サブミッションとか、えっと、アップデートを、えっと、置き換えるのか、部分的にアップデートするのか、みたいなところの、えっと、必要なメソッドを、えっと、使用を、えっと、リストアップ、あの、要件をリストアップして、こういった API の、えっと、設計をしています。で、あと、合わせて、どういう入力が必要なのか、 個別のバイオプロジェクトとかバイオサンプルだとか、えっ、ー、と、基本的には、あの、INSTC で交換されているのは XML で、現状、えっ、ー、と、まあ、これが正しいかどうかは別なんですが、現状はその XML のバリデータが存在するっていう状況なので、なえっ、ー、と、 登録者さんに、えー、と記述してもらった、えー、と、何らかのフォーマットから、えー、と、入力するときには、あの、受け取るときには、その、えー、と、データに変換して、えー、と、受け取る、あの、チェックして受け取るっていうようなところの、えー、と、現状どうなっているのかっていうところをリストアップして、まあ、ちょっと下の方にずらってあるんですが、えー、と、各、えー、と、データベースごとに、まあ、1オブジェクトの場合もありますし、そのオブジェクトが複数のデータを登録する、 っていうような、えっ、ー、と、まあ、ファイルが何個あるのかっていうような視点で、えっ、ー、と、リストアップして、今、そのインタ、えっ、ー、と、入力のインターフェースを、えっ、ー、と、で、あの、DDBJ が使うデータベースすべてリストアップして、えっ、ー、と、これの、えっ、ー、と、共通の、えっ、ー、と、サブミッション API っていうところの、えっ、ー、と、開発を進めています。で、あ、ごめんなさい。で、 えっと、データベースの登録の連携について、あの、先ほどはバイオサンプルのバッチの登録なんですが、えっと、ニーズとしては結構グループ共有のデータベースと、えっと、それを、えっと、先々データ公開したいというような部分で、えっと、昨年度まで SIP のプロジェクトで SHD というグループ共有データベース、こちらは制限共有なので、えっと、人データも含めたところで、基本的には閉じたところにいて、 これ,これに関しては、えっ、ー、と、昨年のプロジェクト終了後、えっ、ー、と、JGA に、えっ、ー、と、データを移行するっていうところ、えっ、ー、と、まあ、公開は来年度の、来年のし4月に、こう、あの、制限公開するっていったところで、えっ、ー、と、進めてます。で、それ以外に、えっ、ー、と、今、えっ、ー、と、いまあ、いろんなプロジェクトとか、えっ、ー、と、韓国とか中国との連携において、まあ、あの、いろんなニーズがあるので、えっ、ー、と、 公開一般解析企画でのグループ共有のホストをしたりだとか、あと、大規模に登録するプロジェクトと連携して遺伝検索スパコンのアカウントと紐づける形で登録してもらうとアスペラとか使える状況なので、そういったところでいろんなプロジェクトにデータ公開をサポートするということをしています。遺伝 のスパコンのアカウントで、えっ、ー、と、現状は既存のデータベースのレポジトリに登録するところは一旦、あの、コピーして、えっ、ー、と、DDB に格納するみたいなところを、えっ、ー、と、<laughs> 取り組んでいるんですが、基本的には、先ほど紹介したレポジトリの API で、えっ、ー、と、スパコンに置いてあるものを吸い上げて、えっ、ー、と、登録するっていうところで、えっ、ー、と、利便性を高めたいと考えています。えっ、ー、と、そ、そういったものの仕組みができると、一般ユーザー、あの、今の現行システムを、えっ、ー、と、そういったものに置き 変えていくっていう、えー、とアません。最後に、えっ、ー、と、今、あの、ふわっと考えていることで、えっ、ー、と、ま、DDBJ も、えっ、ー、と、ちょっとえち、近い、もう、えっ、ー、と、将来と言えないぐらい近い、えー、部分で、えっ、ー、と、GFFL、 での登録だとか、えっ、ー、と、公開を、えっ、ー、と、する、えっ、ー、と、必要性があって、えー、一方で、えー、とっと、GFF3 というのは基本的には構造アノテーションのフォーマットなんですけど、えっ、ー、と、そういったところに機能アノテーションも追加していかなきゃいけない、みたいなところ。で、一方で、これを、えっ、ー、と、データベースの管理上、GFF を扱うっていうのは、あまり、えっ、ー、と、スマートではなくて、まあ、あの、こういったものを、あの、個人的には今、JSON ライン でえっ、ー、と、まあ、片山さんとかとも議論してるんですが、といった、えっ、ー、と、パーサーがいらない業種構の JSON の、えっ、ー、と、形式があって、えっ、ー、と、こういった、あの、新しい登録形式とか交換形式、あとデータベースの管理のフォーマットとして、この辺の、えっ、ー、と、<laughs> えー、イメージ、あの、をどう扱っていくかっていうところを考えてます。で、まあ、JSON9 っていうのはこういう、えっ、ー、と、 あの、一行が一 JSON で UTF-8 で表現されて、あの、いろんなネストした構造だとかも扱えるので、あの、いろんなデータベースのレコードを、あの、どんな構造でもパースは、あの、JSON なのでパースはできるし、えっ、ー、と、まあ、この JSON の、えっ、ー、と、個別の JSON の <laughs> こ構造に関してはまた、まあ、JSON スキーマとか別の定義する、えっ、ー、と、方法があるんですけど、データを扱う上では、この JSON ラインっていうものを使うと、基本的には GFF の アトリビュートを可変にできるみたいなところと、えっ、ー、と、同じイメージで、さらにグレップができるので、あの、これ配っとくと、キーワードでグレップするみたいなこともできる状況で、はい、さらにあの、エラスティックサーチとか、今、DGB サーチの裏側で使っている検索サービスにそのままロードするみたいなところも、はい、えっと、できる。たり、あの、先ほどの、えっ、ー、と、アノテーションを足して何かするみたいなところも、えっ、ー、と、個別にできるので、まあ、こういったちょっと JSON ラインを、えー のフォーマットをどう、えっ、ー、と、DDBJ のサービスとか、えっ、ー、と、運用に組み込んでいくか、みたいなところを考えています。で、えっ、ー、と、あと、ま、GFF3 に関しては、 まあ、NCBI で、えっと、登録形式としての、えっと、ちょっと、あの、詳細はこちらのリンク先にあるので、割愛しますが、えっと、GFF3、登録形式としての GFF3 と、あと、えっと、<laughs> 公開形式としての GFF3 が、まあ、それぞれ仕様としてあって、GFF3 の、えっと、シーケンスオントロジーの、えっと、ホームページにある、えっと、仕様に加えて、独自の拡張がなされているという、えっと、状況になっています。 であの昨の議論。 えっと、できればよかったかなと思うんですけど、この、えー、GFF の登録形式については、まあ、あの、いろんなご意見が、を伺いたいなと思ったんですが、まあ、ちょっと、あの、時間もあれなので、えっ、ー、と、もしご興味ある方は DDBJ の DevSlack っていう、えっ、ー、と、開発とか、開発者だとか、えっ、ー、と、大規模に登録する、連携する Slack があるので、あの、そちらにご招待してそ、そういった場で議論させていただければと考えてます。で、まあ、GFF 登録3の登録形式に関しては、まあ、 どういうツールをサポートすれば、あの、嬉しいのか。まず、えっ、ー、と、解析、えっ、ー、と、GFF3 を生成するツールが、を何使ってて、えっ、ー、と、まあ、あの、昨日出てきた GFAS とか Ginger だとか、あの、そういったところは、えっ、ー、と、まあ、意識をする必要があるかなと思っています。で、一方、その GFF3 の生成ツールが、本当に GFF3 の、えっ、ー、と、使用に準拠してるかどうかっていうのも、えっ、ー、と、ツールによって、えっ、ー、と、まちまち、 だと考えてますなので、まあ、そういったところもが、えー、と考慮するポイントかなと思います。あとあと,、えー、と NCBI がやってるように GFF の,の、えー、と仕様は満たしてるんだけどさらに、えー、とプラグマあのヘッドーギにこういう情報を書かなければいけないだとか、えー、とアトリビュートに、えー、とこういう記述ができたらそのプロダクトネームに相当するとかそういう独自拡張っていうのを、えー、としてしまう。 あの、せざるを得ない状況なんですが、一方で登録形式にそういう制約をすると、えっと、まあ、ツールに対応、 あの、多様なツールが対応していかなきゃいけない、みたいな状況になるので、そういったところの、えっ、ー、と、なんかご意見とかあれば、なんか伺いたいなと思ってました。で、あと、えっ、ー、と、複数行、GFF3 っていうのは、まあ、えっ、ー、と、基本的に行志考で、えっ、ー、と、シーケンスフィーチャーが表現できるんですけど、まあ、あの、ジーンだとか、えっ、ー、と、トランスクリプト、えっ、ー、と、メッセンジャー RNA、ね、えっ、ー、と、CDS、特に、まあ新、微生物の場合はいいんですが、進化生物に関して、あの、データがある、ない、みたいな状況で、あの、 特に植物とかってよく経験があるんですが、まあ、あの、とにかく、その、複数行を束ねる構造として、いろんな表しえっ、ー、と、シーケンスフィーチャーのタイプと、えっ、ー、と、それの ID ペアレントの関係っていうのが、あの、えー、GFF を配布する、えっ、ー、と、まあ、データベースだったり、えっ、ー、と、あの、えーほ、その GFF を、えっ、ー、と、 オープンにしているところによってあの表現がまちまちでも本当方言が多い、えー、と,ところこの辺を,を、えー、とどう扱うかみたいなところは、えー、とすごく難しい VCF で複数行を扱うのと,、えー、と同等に難しいかなと考えています。あとまあそもそも えっと、構造アノテーションをする、えっ、ー、と、はい、あの、流通させる形式としては GFF 優秀なんですけど、えっ、ー、と、機能アノテーションを入れることによるメリット、デメリットあると思うので、まあ、そういったところも、あの、なんか、あぜひ議論できればと考えています。はい。えっ、ー、と、すみません。<laughs> 大体あるかな。はい。あの、発表以上になります。